伊達の勇者の成り上がりシーズン3-4は、フィードタンマジ天使、ヤリロリコンに究極進化、についてのみんなの反応集。人がガチロリコンになる瞬間を見た。ロリコンレベル1とかじゃなく、覚醒した瞬間にロリコンレベル80ぐらいになってる。とんでもないモンスターが生まれてしまったか。槍のスイッチが入りましたぞ。一気の頃の面白さが戻ってきたな。こういうのでいいんだよ。フィードタンマジ天使。何このアイドルアニメ。スマンガどこに行けばこのライブ見れるんだ？まずい世界に召喚されます。元安が面白すぎる方向に覚醒した。やたら気合入ってたな。ロリの勇者このペースで頼む。すっかりコメディアニメになってしまった。歪んでても盾の手下になったから育成や指導はしやすくなったな。ロリコンで心底良かった。この私服は一般人には感じられまい。元安はロリコンじゃないぞ。フィロリアル大好きの気違いになっただけだから、男だろうがフィロリアルならいけるやつだ。やり勇者がネタキャラすぎる。ああ、ここでフィロに感落ちか。これはしょうがない。薄っぺらで頭が悪いだけで問題の度合いは元安が一番マシなのか、こうなると。フィロってデブ呼ばわりしてたからこいつのこと嫌ってなかったっけ？まああの状態であのフィロを見たらしょうがないね。やりはなんか憎めないやつになってきたな。Bパートから知能指数が100くらい下がった。この曲は世界観に合ってるんだろうか。ついに愛の狩人となったか。できれば槍の外伝がギャグ要素高くてアニメで見たい。今回一気の破壊力あったぞ。フィーロちゃんとメルティの間に挟まるんだ。フィーロのダンスにどんだけ作画リソース割り当てたんだ。創作が監督、作画監督、原画の人数が前回から倍増クラス。なんでフィーロが歌って踊ってんの？意味がわからない。もともとフィロリアルは歌が好きなのと、酒場で演奏してた旅芸人の演奏に合わせて歌ってただけよ。一期でもフィーロは風属性って歌ってたでしょ。二期後半で異世界に行った時、フィーロが異世界の似た生物になった際、空を飛ぶとても鳴き声が綺麗な鳥に差し替わり、歌うのが好きになったことも加味される。ビッチマインさんをのさばらしたままが一番危険なんだけど、物語の進行上どうしても適材適所としてそうなるしかないのか？ビッチはクソだけど、うっついだけは一期の時から国宝級だった。最低で最高だなマイン。これでこそ盾の勇者。ビッチをもっとわからせろよ。アバズレって改心すんの？こいつは師匠から悪意の塊になる運命だから改心とは無縁。ニキとは何だったのか。マジでニキなんであんなことになったんだろうな。このクオリティか、一期のクオリティで二期で切れてばもう少し見てもらえてただろうに。二期は大体網折り。作画も面白さも2期で落ちて3期で復活した稀有な例だな。2期が落ち込んだのは成り上がったからではなく、マインが出ていなかったから。シナリオ進行が優先されているせいで妙に不自然なところがあるんだよな。というかなんでどいつもこいつも普通にビッチ信じるのかがわからん。うさんくさいしかないだろあれ。15歳の子供が自分を慕ってた仲間を自分のミスで殺して追い詰められ、自分は悪くないと言い聞かせて逃避してるところに、還元で近づいたのがビッチだからな。カットと改変されてるけど、電話自責の念と周囲の評価が変わって、周囲の人が冷たくなったり、金銭的にも追い詰められててなお踏みに相談してたりする。ちょっとカットが多いのが気になるけど、三勇者編を全部書くには尺が足りんから仕方ないか。盾だけ大学生で3人は高校生なんだっけ？基本アホなんだよな全員。主人公を挙げるためにとはいえ、登場人物過剰にアホにしすぎでは？3バカの中でも剣はまだマシな方だと思ってたら、今回で株落としたな。3人とも当て馬のバカでしかないのがな。1人くらいは直文様と中立だったり、うまく立ち回るやつが欲しかった。マジで他の勇者3人の倫理観が現代人とは思えないんだよな。元の世界は別なのかもしれんが時代的には大して変わらんだろうし。時代は、盾が2010年前半、槍が2000年前後、弓が1990年より前、剣は近未来で細かい年は公表されてない。槍はギャルゲー、エロゲー、剣はフルダイブ型 VR ゲーム、弓は治安のいいヒロアカ世界、盾は日常料理漫画系。そりゃあ主人公のヘイトとオレスゲーの舞台装置だし、空気読んで復活は全員揃ってからな。タヌキ豚は直球の悪口だな。タヌキはいいんだ。ラフタリアに優しかった元安はもういないのか。ラフタリア怖いわ。タヌキはともかくなんで豚なんだよ。ロリ以外豚に見えてる？確か、女はフィロリアル以外みんな豚に見えるんだっけか。女性の声もブーとかブブーとしか聞こえてません。ラフタリアもタヌキ耳を下に側歩行の豚にしか見えてないし、フィーロを隠してブーブー言ってるようにしか認識してないからタヌキ豚扱い。
主人公は奴隷以外怖くて仲間にできない病気に、槍はロリ以外豚に見える病気に。これくらいしかもう精神の逃げ場がなくなった状態だから、壊れたと言える状態。おかげで無限ループ状態のガイデン、槍の勇者の槍直しも現状を深く認知しないことでダメージなしになった。ロリコンじゃなくてフィロリアルが判定基準。メルテみたいなロリでも女は全員豚に見える一定条件をクリアすると人間に見てもらえる。ちなみにお父さんではなくてお父さんですぞ。槍の勇者が最強なのではなかったのか。槍の勇者が豚抜き呼ばわりされたラフタリアに張り倒されたのは、槍の勇者がガチでラフタリア以下の強さしかないの？それともギャグ的表現？呪いで能力落ちてるとはいえ、武器の強化方法をつつ使ってるラフタリアとまだ槍以外の強化方法を使ってない元安では普通に差がある。ラフタリアよりも弱いのか。あ、ラフタリアもなんかの勇者なんだっけ？刀の勇者になったね。刀の剣属機の勇者だから強いよ。という方の勇者は全員レベルはあるけど装備育成雑なので負ける。フィーロにも、槍の勇者の槍直し時空の一発が垣間見えたな。完全に槍直しルートへの伏線だわ。スピンオフだけじゃなく本編もこのキャラになるのか。原作読んでないが、スピンオフの槍の勇者の槍直しはここから始まるんだなって。海外人気があるのか知らないけど、アニメも続編が作られてるし、似たような境遇の断末みたいなポジションになってきてる気がする。断末ガイデンソードラトリアバリに槍の槍直しも作られる可能性は零ではないかもね。槍直しの分岐点はもっと先ではあるが、元安が狂ったのはここだね。フィーロタンガチャに走る未来過去は来るんかねー。まだまだ先の話だが、槍漫画の無料公開分で話すなら、漫画3話の冒頭が今回のお話が載ってるので、元安視点の補完になるな。四ひじり勇者が一人でも死ぬと BADEND 確定して槍直しルートに移行されます。この分だと、弓も自己保身のために直文のせいにして、協力しなさそうだな。え、弓ってやっぱり最後まで自分の判断力過信する機関棒のままなのか？槍はガチ病気だけど結末としては、弓に比べたらよほどマシだった気がする。弓がどうなるかはこのペースでいけばあと3話くらいで判明する。槍はギャグ枠で槍直すし、剣は元から盾に理解を示すシーンをちょくちょく挟んでたし、一見一番無害そうな弓が実は一番ダメな気がする。リーシアの影がほんま薄くなったな。まあタヌキと鳥がメインでブレないのは良い点だと思うけど、前回は主要メンバーで近場に外出したのに、今回は3人で旅立つのね。回復した後や、速攻で出番なくなっちゃった。あいつを説得するためにリーシア連れて行かなくていいのかな？あの村、その気になったら、夢のモフモフワンダーランドよな。シャチのお姉さんは獣人形態と人間形態を使い分けれるけど、村の子供たちは獣人形態と動物形態の使い分けなのか？変身は限られた人にしかできない。レア能力で村でも将来的に変身できる素養があるのザディナを除けば、数人だけ。訓練してない今だと余計にいない。ヒーロピエロのお姉ちゃんって言ったのか。ヒーロのお姉ちゃんって聞こえたから、ヒロリアルかと一瞬誤解したわ。マーダーピエロちゃんを追い返したとこは心が痛んだよ。マーダーピエロが仲間になりたそうにこちらを見ている。話し始まった後に画面でちょくちょく見切れてたな。仲間になりたそうな目でキラキラ見てたが、戦力として村にいてもらった方が良かったのでは？ピエロの本体女はあっさり村を出て行ったな。何度も振り返って、ヒーローあたりが止めてくれるか、確認してたようだけど。ピエロちゃん、何しに来たんだ？このチャンネルでは、話題のアニメや漫画の反応集を紹介しています。よろしければコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。